第一不評師団とは、アメリカ陸軍の機械化不評師団の一つ。アメリカ軍の常備軍としては初めて編成された師団であり、1917年の創設以来、断続的に活動している。通称は検証にちなみ、ザビックレッドワン、またはザファイティングファーストだが、ザビックレッドワンやザブラッティファーストと皮肉られることもある。現在カンザス州法トライリーに駐屯。 主な戦い統治作戦、ハスキー作戦、オーバーロード作戦。朝鮮戦争の間、第一不評師団はソ連に対する戦略的抑止力としてドイツの占領任務に就いた。この時、第一不評師団の兵士はニュルンベルク裁判の警備を行い、戦犯7人をベルリンのシュパンダ監獄に護送した。朝鮮戦争の休戦から2年後の1955年に、 ドイツの占領任務を終え、現在の駐屯地であるカンザス州フォードライリーに移転する。1965年から1970年にかけて派遣。1965年7月12日にカムラン湾に到着。同年7月14日にはサイゴン南東のプンタウ港に第二旅団の2900人が不評師団として初上陸した。第一不評師団の組織図。 ダグラス・エシムズに聖少々、ありがとうございます。